ハーコン軍はアメリカ合衆国サウスダコタ州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1937人であり、2000年の2196人から11.8%減少した。軍庁所在地はフィリップ市であり、同軍で人口最大の町でもある。 ハーコン軍は1914年に創設され、1915年に創設された。軍名は1905年にノルウェー国王となったホーコン7世にちなんで名付けられた。サウダコタ州で非アメリカ人の名前が付けられた唯一の軍であり、州内に住んだことのない人名を持つ旧軍の一つである。サウダコタ州66軍の名称の多くは、州初期の役人や議員、あるいは、 地形の名前が付けられるか、インディアンの言葉、さらに他州の文明から取られている。他に、ローマ神話の女神オーロラや、動物のバッファロー、概念のユニオンもある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1827平方マイルで、あり、このうち陸地は1813平方マイル。 水域は14平方マイルで、水域率は0.78%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2007年の軍内住宅取得費は以下の通りである。ハーコン軍はイーストハーコンとエストハーコンの2つの未編入領域に分けられている。ありがとうございます。